これから中学校第三学年国語の授業を始めます授業を始める前にノートと筆記用具を準備してくださいそれでは本日の学習課題を確認します学習課題は俳句を味わおうですはじめに俳句とは何かを確認します次に特徴を学習した後俳句を読むポイントを学習します 最後にまとめをして終わりですではこちらをご覧くださいこちらは夏目漱石の俳句です二度読みますので皆さんも声を出して読んでみましょう行くとしや猫うずくまる膝の上行くとしや猫うずくまる膝の上ではこちらの俳句を見て 今まで小学校などで学習してきたことを思い出してみましょう俳句とは何だったでしょうか俳句とは五七五の十七字十七音を定型とする詩のことでした十七音や定型など聞いたことがない言葉かもしれませんがこの後の学習でしっかりと確認しますので聞きましょうでは特徴の一つ目です 五七五の音数を定型とする字余りと字たらす俳句は五七五の音数を基本としますこの基本を定型と言います先ほどの俳句で確認してみましょうこちらをご覧くださいはじめのいくとしやは五七五のはじめの五音の部分にあたりますこれを色または髪語と言います 次に猫うずくまるこの部分は五七五の七七音の部分にあたりますのでこの部分を2句中七と言います最後の「膝の上は」は五七五の最後の五音結句または下五といいますこれが俳句の五七五つまり定型という形式です さて先ほどから「時数」ではなく「音数」という表現をしていたことに気づいたでしょうか時数と音数の違いについて確認してみましょうこちらをご覧ください「中学校」という言葉はこのように7字からなる言葉ですがこれを音数で数えると6音ですこれはどういうことでしょうか1音ずつ区切ってみましょう こうすると皆さんもわかるかと思います。はじめのちとゆは2つで一音とします。このように小さなやゆよなどを陽音と言い、前の字と合わせて一音と数えます。次に小さいつ、つまり側音も一音と数えます。そしてうなどの伸ばす音である長音も一音と数えるため。 中学校は7時ですすが録音と数えます定型と音数を学習した上で字余りと字足らずについても確認しましょう定型より音数が違う句があるどういうことか確認していきましょうこちらをご覧ください。 〇は1音の1だと思ってください中学校という言葉を使った2つの俳句がありますどちらも使われている場所が違うのに気がつきましたかここは先ほど学習した触です触だと5音ですが中学校は6音です定型よりも1音多くなっていますこのように音数が多いことを字余りと言います 次にこの俳句に注目してください。ここは先ほど学習した2句です。定型だと2句は7音ですが、中学校は6音です。定型よりも1音少なくなっています。このように音数が少ないことを自たらずと言います。2つ目の特徴です。 季語を取り入れる季語とは季節を表す言葉ですこちらも先ほどの俳句で確認してみましょうご覧くださいこの句ではどの言葉が季語にあたると思いますかこの句ではこの言葉が季語です行く年ですこの言葉が季語にあたります冬の季語で 年末の過ぎ行く年やまたは過ぎ去った年を表現しています。他にはどのような記号があるか確認してみましょう。それでは春を表す記号について具体的に見てみましょう。まず春の代名詞と言ってもよい桜。ウグイスも春の記号です。食べ物ではわらび餅も春の記号です。 春には冬の名残を残すものもあります。薄氷などはそれに該当します。入学式なども春の季語になっています。猫の恋など、一見季節を感じない言葉なども季語である場合があります。春だけでなく、他の季節にはどのような季語があるか調べてみましょう。調べるときには、採時器を使用すると効果的です。 採辞記は記号の辞書のようなものだと考えてください次に三つ目の特徴です切れ字を使う切れ字とは意味の切れ目を示す語作者の感動を込める俳句では意味の切れ目作者の強い心の動きを表すときに切れ字を使う場合があります切れ字に着目することで 俳句のどの部分に作者の気持ちが現れるかを読み取る手立てとなりますそれでは先ほどの俳句で確認してみましょうこちらをご覧くださいこの俳句ではどの部分が切れ字であるかわかるでしょうかこの幾年やのやという部分が切れ字にあたりますまた この切れ字がちょうど「食」の最後についていることに気づいたでしょうか切れ字には意味の切れ目を示す役割もありますドラマや映画などではカットやシーンといいう言葉で表されていますそうすると「食」と「肉」の間で意味「シーン」のカットが入ります食と「食」で区切れるのでこの俳句は「食切れの俳句」と言いますこれが区切れです では切れ字と区切れについてもう少し詳しく見ていきましょう切れ字には何種類かありますまずは先ほどの俳句にもあったやです次にかなけりなどもありますこの3つは覚えておくと俳句を読むときにポイントになるかもしれませんね次に区切れについて確認してみましょう 先ほどと同様に丸は一音の一字だと考えてくださいこの俳句はこの部分に切れ字の矢がありますねこの部分は先ほど学習した肉の最後の部分にあたります先ほどの夏目漱石の俳句は食で区切れていたので食切れの俳句でしたこの俳句の場合は肉で区切れることになります ということは皆さんはもう分かったでしょうがこのように肉の最後に切れ字があった場合、区切れは肉切れということになります。では次のような俳句の場合はどうでしょうか。切れ字が肉の途中にあります。そうすると句の途中で区切れられます。このように句の途中で区切れるのを中間切れと言います。 ではこのような俳句はどうでしょう切れ字がどこにもないのがわかるでしょうかこのように切れ字がどこにもなく区切れるところがない俳句を区切れなしと言いますまたこのように俳句の最後に切れ字があった場合ここは結句と言いましたねここで区切れるということは 俳句の途中では区切れるところがどこにもないので結果区切れなしということになりますこれが切れ字と区切れです確認しましょうそれでは四つ目の特徴です俳句には種類がありますそれではこちらも確認しましょうご覧ください定型で記号がある俳句のことを 有機定形と言います合子語の十七音ではない俳句のことを自由律俳句と言いますまた記語がない俳句のことは無機俳句と言いますこれらの種類はしっかりと覚えておきましょうここまで俳句の特徴を学習してきましたしっかりと復習しておきましょう俳句とはその時代に生きた人たちが 心の動きを限られた実の中で表したものです現代の私たちも似たようなことをしているかもしれませんインターネットの普及によりソーシャルネットワーキングサービス SNS 等で簡単に他人に発信できるようになりました皆さんの中にも限られた実の中で感動したことを他の人に発信したことがあるかもしれませんそこで今日は本日学習した内容を踏まえてこのような活動をやってもらいたいと思いますご覧ください 夏目漱石になって140字以内で表現してみよう夏目漱石が俳句で表現した心情や情景を SNS 用の文章に140字以内で書き直してみましょうまずは夏目漱石が俳句を読んだ時の情景や心情を探ってみましょう俳句を読む時のポイントを3つ絞ってきましたので確認しましょう 季語に着目する記号に着目することで季節や時間登場人物や情景などを思い浮かべてみましょう切れ字に着目する字に着目することで切れ字がついている言葉に込められた作者の思いを考えてみましょう3つ目は。 俳句に書かれていない心情や情景を想像してみましょう。これら三つのポイント、を先ほどの俳句に照らし合わせてみて考えてみましょう。ではこちらをご覧ください。まずはじめは季語に着目するです。この俳句の季語はどこだったでしょうか。そう、ゆく年です。ゆく年とは年末のことを表しています。 皆さんの年末に持っているイメージはどのようなイメージでしょうか。イメージをしてみてください。次に切れ字に着目します。切れ字は先ほど学習したように作者の感情が込められています。行く年にやがついているので、作者はどのような気持ちでこの年末を過ごしているんでしょうか。考えてみましょう。 次に肉と血苦の部分に注目しますこの部分は猫が膝の上でうずくまっている様子をそのまま表現していますここで想像を膨らませるのが食の情景との対比です猫が膝の上にいる情景と食の情景を比べて作者は何を感じているでしょうか皆さんがイメージした年末の風景そして 猫がうずくまっている風景それらを対比して夏目漱石がどのような気持ちを表したか考えてみましょうそれを踏まえ140字以内で SNS 等に投稿する記事を書いてみてくださいそれでは最後に本日の学習のまとめです記号や切れ字に着目して書かれていない情景や心情を想像して俳句を味わってみましょう 本日学習した内容を踏まえて、皆さんも様々な言葉に着目してください。これで中学校第三学年子群の授業を終わります。